堀之内久夫堀之内久夫は、日本の政治家、郵政大臣、農林水産大臣、衆議院議員、宮崎県都の城市長等を歴任、宮崎県北諸方郡中郷村生まれ、海軍兵学校卒業。第二次世界大戦後は、海軍中尉のため公職追放となり、追放解除後は、宮崎県議会議員を経て38歳で、出身地である。 中郷村の村長に当選。1967年、中郷村は、都の城市に編入され、1969年の、都の城市長選で当選。都の城市長を2期8年務めた。1976年、第34回衆議院議員総選挙に、旧宮崎県第2区から無所属で出馬し、同区トップ当選を果たした。当選後、 自由民主党に入党し中曽根派に所属する。1989年、宇野内閣で農林水産大臣に任命され初入閣を果たしたが、宇野宗介首相の女性問題が発覚、第17回参議院議員通常選挙で自民党は大敗した。宇野首相も退陣を表明し、わずか69日の在任に終わった。1990年の 第39回衆議院議員総選挙では、時点で落選。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られなかったため、定数が3から2に改められた旧宮崎2区から、無所属で出馬し、トップ当選で返り咲いた。当選後、堀のうちも自民党に復党する。1996年の 第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、比例九州ブロック単独で出馬し、7回目の当選を果たした。同年、第2次橋本内閣で郵政大臣に任命される。2000年の第42回衆議院議員総選挙でも、比例九州ブロックで8選を果たす。しかし2003年の、 第43回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退した。2010年3月31日、都城市内の病院で肺炎のため死去した。85歳没。ありがとうございます。